演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらキュレグミシャリもちというものを食べてみたいと思います。いや、これシャリもちという名前なのかな。どこのメーカーだっけこれ。カンロさん、あ、そうです、カンロさんのピュレグミシャリもちというものを食べてみたいと思います。何回言うんだよね。3種類の味があるんですね。マスカット、レモン、グレープ、2種類ぶどうじゃない。まあ味は違いますけど。それではまずは、この中ではぶどうが一番好きなのでぶどう味から食べてみたいと思います。こんな感じですね、中身は。で、取り出してみます。多分お砂糖か何かまぶされてますね。見た目ハート型でいいです。では、あれ、外側は思ったよりいいですね。でもその分中の甘さがすごい。これは本当にブドウを食べてるような。次はレモン味。まあ、大体グレープと一緒ですよね。で、中の形もやっぱり一緒。まあ、形が一つずつ変わったりしませんよね。ではいただきます。はい、最後はマスカット味。これもやっぱり見た目は、はい、こんな感じね。やっぱり同じ。では緑の恵みいただきます。マスカットの甘さがしっかり染み渡りますね。ブドウと同じ、いや違う、やっぱり同じかな。どっちだろう。まずこの3種類の共通しているグミ部分についてなのですが、表面シャリッとしてるのでお砂糖がまぶされてるので甘いのかなと思ったら案外甘くないんですよね。もちろんグミなので甘さはあるんですけど、どっちかというと果汁の甘さが中心でお砂糖の甘さではないですね。なので明らかに砂糖とは違うのかなと思いました。でもシャリッとした音が楽しい気持ちにさせてくれました。それを踏まえた上でいきますと、このブドウ味もこのマスカット味はどちらもかなり甘さがありましたね、果汁の。なので噛んだ瞬間に果汁の甘さがふわっと広がってきて、口の中に僕がブドウ一色になって、マスカット一色になって、とっても美味しかった。甘いものはちょっと欲しいなという時におすすめですね。で、同じ理屈でこちらのレモン味についてはかなり酸味が強いレモンでしたので、ちょっとすっきりしたい、刺激が欲しいっていう時にはこちらの方がいいと思います。それぞれに良さがあって好みなのもありますので、一概には言えませんが、自分はどれも美味しかったので、全てこちらの点数とさせていただきます。やっぱりちょっと忍ばせといて気分転換にっていうのにグミはいいですので、まさにそういうのに向いていると思います。一気に食べるものじゃないですね。顎は疲れます。やった後で言うなって話ですけど、猫の恋、木によるのかな今日なので、日は関係ないと思うと思いますけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。エンプ、エイエン。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。